こんにちは。嬉野ホットステーションの時間です。今回は等々力小学校交通安全教室の話題、図書館だより病児保育事業についてのお知らせ、家族団らん食事の日のお知らせ、みんなで楽しく学ぼう手話コーナーなどお届けします。それではどうぞ。4月20日金曜日、等々力小学校で交通安全教室が行われました。この日は1年生28人が参加しました。まず嬉野市交通安全母の会の方より交通安全の紙芝居がありました。いきなり飛び出してきた文太に車の方も大慌て、キュ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 、おー怖いよー。三角の標識、止まれって書いてある。そう答えた文太に。次に鹿島警察署の方より交通安全についての話がありました。速さでこれだけ進むことができますよっていうのを、横断歩道を渡るときは必ず右を見て左を見て手を上げて渡る、これを必ず、ね、するようにしてください。その後児童の皆さんは外に出て学校近くの横断歩道で実践をしました。はい、右見て左見て右見て、車来てませんか。はい、手を大きく上げましょう。手を渡りましょう。児童の皆さんは車が来ていないか左右を確認し、手を上げて横断歩道を渡りました。車止まったかな。止まってるな。渡りましょう。次に小学校前にある押しボタン式信号で渡る練習を行いました。ちゃんと車来てないかね。新入生の皆さん、今回習ったことを忘れずに安全に登下校をして元気に楽しく学校生活を送ってくださいね。嬉野市立図書館よりリサイクルブックのお知らせです。5月18日金曜日から5月27日日曜日の期間中、図書館で古くなった本や雑誌を市民の方にお譲りするリサイクルブックを行います。開催場所は嬉野図書館塩田図書館の両館で、開催時間は図書館の開館時間に合わせて行います。お持ち帰り用のバッグや紙袋をご持参の上ご参加ください。たくさんのご参加をお待ちしています。以上、塩田図書館からのお知らせでした。子育て支援課から病児保育事業についてお知らせします。お子さんの急な病気で保育施設や学校に行けないとき、仕事を休めなくて困った経験をお持ちの方がいらっしゃると思います。嬉野市ではそういうときにお子さんをお預かりする保育サービスを行っています。場所は樋口医院内専用スペースです。対象年齢はおおむね8歳までです。利用料金は1日利用2000円、半日利用は1000円です。昼食を希望される方は別途500円かかります。開設時間は月曜日から金曜日は午前8時30分から午後5時30分まで。土曜日は午前8時30分から正午までです。申し込みは樋口医院、電話番号は0954-43-1652まで直接電話をお願いします。嬉野市のお子さん以外に武雄市、鹿島市、大町町、多良町、有田町のお子さんも利用することができます。
利用定員は1日2名までです。定員を超える場合はご利用になれない場合もあります。以上、病児保育事業についてお知らせしました。こんにちは。私たちは嬉野市食生活改善推進協議会の会員です。通称ヘルスメイトと申します。嬉野市の皆さんを食の力で元気にしたいという思いで食育活動をしているボランティア団体です。現在女性189名、男性18名、合計207名の会員で活動しております。食育とは何ですか？食育とは一言で言えば、食を通し人間として生きる力を育むことです。食育は子どもだけのものですか？食べることは生きるための基本的な営みです。食育は赤ちゃんからお年寄りまで全ての人に必要なことです。私たちヘルスメイトは様々な食育活動を実践しています。親子で楽しく料理をする親子料理教室、小学校や中学校、高校での食育教室、お茶などの特産品を使った料理や郷土料理の普及、男性のためのメンズクッキング教室、若い男女を対象にしたヤングクッキング教室、高齢者のための低栄養予防教室、高血圧や糖尿病を予防するための生活習慣病予防教室、地域の公民館などで行う食生活改善普及講習会、環境に配慮したエコクッキング教室、安否確認を兼ねて独居老人や体の不自由な方のお宅を訪問する愛の一皿運動、健康づくりのためには運動も大切、健康ウォーキング大会などです。食育はイベントに参加することですか？食育は特別なイベントに参加することだけではありません。毎日の食事で心の安定や体の健康が保たれ、人としてのマナーや文化が未来へ継承されていく、これが食育です。まずは家庭を中心に家族揃って楽しく食事をすることから始めましょう。想像以上にいい効果が出てくることと思います。毎月19日は嬉野市家族団らん食事の日です。家族揃って食卓を囲んで食事をしましょう。食事中はテレビを消していろんな話をしてみましょう。家族と一緒に楽しく料理を作りましょう。皆さん、こんにちは。手話言語推進員の生田です。田中です。中川です。ハリオです。みんなで楽しく学ぼう手話コーナー。今回の手話は水曜日と今週です。それでは、どうぞ。こんにちは。こんにちは。今からフラダンスの練習なんですか？そうそう、もうすぐ大会なんですよ。大会に出るなんてすごいですね。いつですか？今週の水曜日です。もうすぐですね。頑張ってください。
ありがとう。僕も何かお稽古事でも始めようかな。水曜日と今週の動作について説明します。水曜日は手のひらを上にして波のようにゆらゆらと左から右下に移動させます。水が流れるイメージです。皆さんも一緒にやってみましょう。水曜日、水曜日。次は今週です。今週は現在と1週間の組み合わせです。まず現在は両手の手のひらを下に向けて、指先を前にし、両手の手のひらで目の前を押さえつけるようにします。次に1週間は右手の親指、人差し指、中指を立てて左から右へ動かします。皆さんも一緒にやってみましょう。今週、今週。次は指文字の読み取りに挑戦してみましょう。3つの指文字を合わせた言葉です。皆様も一緒に考えてくださいね。見た目に惑わされないよう注意してください。第1問、わかりますか？正解は、パ、ん、だ、パンダでした。では、次の問題です。ちょっと難しかったですか？正解は、き、り、ん、キリンでした。今回の手話は水曜日と今週でした。次回もお楽しみに。5月の塩田町の在宅当番医はご覧の通りです。続いて嬉野町です。5月の小児時間外診療はご覧の通りです。5月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。5月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今回の嬉野ホットステーションいかがでしたか？引き続き体調管理には十分気をつけてお過ごしください。それでは次回もお楽しみに。